トキオザブローから1922年以降は、大日本帝国陸軍の軍人。公平、第二方面公益長、鳴門市所長、舞鶴市所長、陸軍省追記部横須賀支部長、臨時軍用鉄道幹部馬山浦鉄道班長、朝鮮総督府英林省長。津島、由良、舞鶴、東京湾要塞、馬山浦鉄道等の構築に関わった。 カ英六6年3月10日、美前国奥軍に5人兄弟の、次男として生まれ、林村福田村の時を生を継いだ。社軍隊、高戦隊等民兵組織が盛んな岡山藩領に、あって、早くから軍人を志し、1874年陸軍、共同団公平課に入学し、隊長佐々木直前公平少佐の下で総連、三術、ガと、作り屋を学んだ。 1876年4月卒業し、5月2日、同僧11名と共に、熊本鎮内工兵第六小隊に配属された。1877年2月勃発した西南戦争では、藤崎台で砲兵陣地の構築に当たったが、同月27日敵軍の砲撃の破片に当たって、負傷し、戦線を離脱した。戦後、 公平第三大隊第一中大小隊副長となり2月大隊下副官に進んだ1882年8月4日小隊長1884年東京賃大公平第一大隊に転じついで共同団公平中大小隊長となり1886年1月22日公平会議に招集された 1886年10月8日公平、第2方面公益庁に就任、同月下残室八公平中尉、横地重直公平大尉と新潟県直越で、鉄道練習を行い、1887年1月、東京湾要塞観のんざき、佐島各砲台を視察した後、4月19日、長崎県下和田郡、京地村寺村が浜に設置された津島砲台。 建築派出所を拠点に、堀俊一公平官を、安倍智三郎公平総長、大田を定一公平一等軍総等を指揮しながら、同月温行、芋崎、太平砲台、七月面店、名談役本庫、九月台、石浦砲台を寄港、年末には、長地府市の流行等に見舞われながら、1888年、竣工した。 1888年11月27日陸軍省臨時砲台建築部に招集され、黒田急行砲兵大佐、矢吹修一公兵中佐、上原祐作公兵大尉、有坂成明砲兵少佐、西田明典義士、吉本亀三郎義士、栗島昭三義手、下山室八公兵中尉等との業務を通じて、研鑽を積んだ。 1889年11月22日、東京の公平第一方面本書に転じた。1891年6月6日、第六師団公平第六大体中隊長となり、熊本に戻った。1893年5月22日公平、第二方面書に戻り、12月16日淡路島、由良師所に配属され、師所長、あがり吉蔵ぞう公平少佐の下で、 由良要塞、赤松山、茨山掘り、布川橋、小関山諸方台や、友ヶ島内の交通路を構築した。1894年10月、横地重直公平隊伊藤と共に、朝鮮半島に派遣され、土工ビルレールによる、京弁鉄道を敷設した。1896年3月の、鳴門海峡防御計画書改正を受け、4月1日、 淡路東福良に置かれた第二方面ナルト支所の初代支所長に就任し、ナルト要塞の着工準備を行った。1896年11月20日前鶴市職月15日公平方面廃止により、陸軍省追記部舞鶴支部長に展示、本省合用係を兼ね、舞鶴要塞足立に浦入り、金岬牧三崎、巻三宝台、下赤薬文庫、 白杉地区との交通路を寄港し、明日に、牧山法台は、竣工を見た。1899年8月12日水記部、横須賀支部長となり、1903年5月1日、東京湾要塞司令部に兼務し、台風に悩まされながら、第2海報の上部構造基礎工事と、第3海報の人工島造成に当たった。 1904年2月日露戦争が勃発すると、9月1日、臨時軍用鉄道幹部の増員として、富山に上陸、馬山浦鉄道班長を務め、1905年10月21日馬山浦、山楼、津間に馬山浦鉄道を開通させた。1906年1月臨時軍用鉄道幹部に、呼び戻されるも、陸軍大臣、寺内正武により留任を命じられ、 停車場や楽東高鉄橋の整備、馬山裏の埋め立て等に当たった。1906年9月3日水域部本部に戻り、1907年4月19日、建築部本部に転じ、20日東京支部長を兼ね、陸軍の一般工事に従事した。1908年2月26日韓国、中札軍木材省に招集され、満州安藤県の森林事業を管理した。 7月1日寺内陸省により、東寒府エイリ林省庁に抜擢され、新ウィジュに置かれた役所で、王港、トマン港の軍用木材輸送を管理した。1908年6月頃から頭痛、めまいを発症し、タンパク尿、言語障害、右半身麻痺に発展、慢性腎臓炎、脳一血と診断され、1914年6月2日、胃がん退職した。 その後の消息は不明だが、1922年には生存が確認でき、住所は東京市東大久保421番地となっている。ありがとうございます。